皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成大沢滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はこちらベベーン、ゼンハイザージャパンさんよりこんな機材をお借りすることができたので皆様にご紹介させていただこうかなと思うんですが、これ何やねんと、何やねんそれって申しますと、XS ワイヤレスデジタルインストゥルメントベースセットということで、楽器向けの 2.4 ギガ帯の、小型、軽量、そして使い方はシンプルっていう感じのワイヤレスキットになります。すっごいシンプルな、すっごい使いやすいワイヤレスキットでございます。最近発売されたんですけれども、これまたね、めちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ便利そうなんで、ぜひとも参考にしていただけますと幸いでございますよ。ほんまにもう、最近のこういうニューアイテムはもう、ことごとく便利でも困ってしまいますよ。ほんまもう、よかったら楽しんでくださいませ。そして今回、この、XS ワイヤレスデジタル、実は本体がもうここにございます。これでございます。これが実物でございます。送信機と受信機になっておりまして、本当もこれだけで普通にもアンプとギターを接続して使うことができます。ちょっくら、外面を見てみますと、見えるかな？ちっちゃいボタンがここに1個あります。で、この上に LED のインジケーターが1つあって、お尻の方に USB-C の、充電ポートがあります。電池駆動とかではなくて、USB による充電式です。で、先っぽの方にジャックがついているという感じなんですが、このジャックが、大体90度ぐらい。まあ、90ちょい曲がったりとかするので、アンプとかに直接挿してもいいですし、まっすぐ挿してもいいですし、まあ、曲げた状態で挿すこともできますし、まあ、このアンプの形状とかによってね、いろいろこう挿し方が変えられるというような感じになっております。で、とりあえずこのね、ナイスポイント1として、電源ボタンが押しづらいということ。なんか押しづらいって、聞くとなんか何ねんって感じがしますけれども、その誤作動がないということです。例えば、その僕が今よく使っているそのこのワイヤレスがあるんですけれども、このワイヤレスって、この上のこのスライドスイッチ、これ。これがそのオンオフのスイッチなんですよ。で、これ意外と、こういうのってそのポケットの中とか、カバンの中とか、ケースの中に入れたりとかして、運搬していると、意外とこのゆっさゆさしているときに、勝手にこうプチッと入ったりしてしまいがちなんです。で、普通にこうね、スタジオとかリハーサルとか本番の時にこう使おうと思ったら、電源入れっぱなしやんけ、こんなんもういつ充電切れるかドキドキしちゃうから、もう使えへんやんけ、バカ野郎、バーンってなっちゃったりとか、あと意外とこのチャンネルボタンとかもね、勝手に押されちゃって、チャンネルが切り替わって、あれ、接続がうまくいかねえぞってなっちゃったりとかするんですが、そういった誤作動の心配はもうほぼほぼなさそうな感じでございます。こういうのね、結構ね、大事なポイント。これ本当にいいところでございます。ボタンもちっちゃいし、すごいこのね、へこんでて、この指でこうギュッといかないと押せないようなボタンになってるんで、誤作動はまあほぼほぼないんじゃないかなと思います。ちょっくら電源入れてみましょうか。この丸っこいボタンをポチッと押します。いきます。ほい。緑色のランプが点滅しました。で、これ今、送信機の方の電源を入れたんですけれども、この受信機の方がね、まだ見つかんないんで、あれあれ、ちょっと相方がおらんぞ、どういうことやねん、俺一人迷子やんけ、どういうことだ、わぁ、助けてくれっていう感じで今これ点滅しております。で、もう片方の、この相方も、ポチッと電源入れてあげましょう。そうすると、いい具合にこの点滅が、俺たちは真に一体、ついに出会えた。これから、運命を共にという感じで、点滅から点灯に、切り替えました。これでも普通に音が、出る、使える状態でございます。ちょっくらやってみましょうか。見てわかる通り、風防が全く一緒なんですよ。なんでちょっとわかりづらいんですけど、後ろ見たときに、このね、ギターの絵とアンプの絵があって、このアンプの絵が書いてある方が、アンプの絵が書いてある方が、そのアンプに挿す、受信機です。で、このギターの絵がうっすら描いてある方が分かるかな、この端っこの方。今これ真ん中に映るやつ。これがそのギターに挿す送信機という感じでございます。で、これらをバスバスっと挿して、で、アンプの電源を入れれば音が出るはずも。出たの。出ました。
ていう感じで、成功いたしました。で、これ今刺さってて、この今緑色のランプが点灯してるんですけれども、これを、ボタンを一回ポチッと押すと黄色に変化します。ちょっとわかるかな。色がちっちゃいからわかりづらいけども。これね、緑色のボタンが、あとボタンを押すとね、緑色がね、黄色に変化するんですよ。で、この黄色に変化しているときに何が起こるかっていうと、ミュートがかかっている状態なんで、このままね、プスッと抜いて、なんかこう、別の楽器に挿したり、別のギターに挿したりとかして、使うことができるというような感じでございます。で、また挿し終わったら、このボタンをもう一回、ポチッて押して、黄色から緑に変えると、してまたこう付け替えるという感じが、使い方ができるような感じでございます。めっちゃシンプルですよね。非常に、使いやすい。で、いろいろこう使い終わったあとは、このボタンを、3秒間かな。3秒間長押しすると電源が切れます。やってみましょう。3秒間いきますよ。1、2、3。ああ、そうするともう片方が、ああ、また俺が一人で迷子になってしまった、どこへ行ってしまう、また、ああ、片方どこに行ってしまったんだ、俺はどうすればいいんだ、うわ、このまま、俺は一体どこに向かえばいいんだ、うわ、3秒間、ポチッと行くとすると、この人もまあ電源が落ちまして、これで、まあ、電源オフが完了という感じでございます。非常に、使い方がシンプル。3秒間このボタンを押さなきゃいけないからね、勝手に誤って誤送で電源が切れるっていうことは、まあ、まずないと思います。3秒間も押さなきゃいけないですからね、まあ、まずないですよ。すごい、そういった気配り、非常に大事、マジで、誤作動、防ぐの大事、そんな感じの使い方でございます。で、もちろんね、その音質劣化とかもね、その、レイテンシーっていうんですか、その遅延とかも全然ない感じで、非常に快適に使えるんですが、ちょっとね、面白いなと思ったのは、まあ、例のカブトムシ的なさ、ワイヤレスから比べるとさ、見た目はまあ、スタイリッシュで悪くないけども、でもまあぶっちゃけちょっと邪魔じゃないですか。ここにこうブラブラあってもね、ちょっとううって感じだし、かといってこう向きを変えてこういう感じであっても、まあまあ、まあって感じじゃないですか。けどこれね、パッケージに付属してるね、こういうキットがあって、これめっちゃアイディア商品だと思いました。これめっちゃ素敵、めっちゃいい。ホルダーと延長ケーブルが入ってるんですよ。で、これ、この2つで何するかっていうと、まずこの延長ケーブルを刺すじゃないですか。で、このホルダー見ててください。こんな感じのめちゃめちゃ小型なホルダーがあるんですけど、このホルダーに、このワイヤレスキットの送信機を差し込むわけですよ。こんな感じ。で、この金具のところを使って、そのベルトのバックルだったりとか、なんか衣服とかにこうね、パンツとかにくっつけたりとかして、ホールドするわけです。なるほどねって思いません。これ、この XS ワイヤレスデジタルのステキポイント2でございます。で、こうね、ポケットとか、も入れてもいいですし、何かしらこうね、引っ掛けたりとかすると、すごいこうめちゃめちゃスマートに使うことができると。で、この延長ケーブルの先っぽのところをね、普通のシールドのようにこのなんかストラップ後ろからこう通したりとかしてバッとくっつければめっちゃおしゃれ、めっちゃシンプル。だからこのままステージとか駆け回ってるとなんか普通にこうそれっぽい感じがするじゃないですか。で、今電源が切れてるのでちょっと電源を入れてみましょう。ポチッと押せば電源が入ります。ポチッとな、これでいけてる。点滅が点灯になったー。これで音が出る。ポチッと押すと見落とされるんで、この隙にこのまたこの、ね、シールを付け替えたりとかして、また別の動きに持ち替えたりとかするという感じで、こんな感じで、このホルダーと、ね、延長ケーブルがついているのが、まあ、非常にアイデア勝負だなって感じですよね。これすごい素晴らしい。これめっちゃ面白い。で、2.4GB 帯 の、 ワイヤレスなんですけれども、チャンネルの切り替えをすることで4チャンまで扱うことができます。つまりこれを、この XS デジタル、を、まあ、4人同時に使うことができるって感じなんですよ。なんか A チャンネル、B チャンネル、C チャンネル、D チャンネルと。
で、まあちょっと少ないとは思うんですが、受信機をバッとアンプに挿しておいて、送信機を複数個用意して、なんかこのギターにそれぞれね、このやったりとかしておけば、このペアリングをね、そのチャンネルを変えることによって、こうね、抜き差しとかせずとも、なんか普通にこうね、同時に演奏できたりとかするんですけれども、まあそんな使い方もあるかなという感じです。で、こっからまたね、この商品のアイデアどころだなって思うんですけど、さっき、このインストゥルメントベースセットっていうことで、この楽器向けだよっていう話をしたじゃないですか。これね、実はこの、この XS ワイヤレスデジタルっていうシリーズなのかな。この後ろにね、いろいろ書いてあって、これはその楽器用だからさ、ジャックになってますよね。けど、これが、ボーカル用だとキャノンになったりとか、もしくはそのカメラとかに使うやつ。まあ、今その、デジカメで撮ってるんですけども、デジカメのこの上とかにこの受信機を置いて、これをパッとミニピンとかにさせるようになってて、カメラ用のデジタルになってたり、マイク用のデジタルになってたりとか、楽器用のデジタルになったりとかして、結構いろんな種類が出てるんですよ。全部で6個かな。この XS ワイヤレスデジタルっていうシリーズで6パターンのワイヤレスが出てるんです。で、この6パターンでね、もちろん複合して使うこともできるので、なんか本当もこの辺はもうめちゃめちゃ面白いなって感じですよね。なるほど、それもアイデア商品やっていう感じでございます。まあそんな感じで、とりあえず僕はね、今回その楽器をお借りすることができたんで、まあ普通に見慣れた、こういうジャックでの仕様になっておりますけれども、ものによってはミニピンだったりとか、もしくはボーカルマイクとかつなげるようなキャノンになったりとかするような感じでございます。その辺はもしなんかね、お店とかで見かけることがありましたら、いろいろチェックしていただけると幸いでございます。そんな感じで今回の動画はこの XS ワイヤレスデジタルというキットの、ワイヤレスキットのご紹介でございました。もしそのね、お店で見かけることがあったらね、後ろのこの箱にね、箱の後ろになんかいろいろ書いてあって、なんか詳しい人みたいなね、多分これで、あ、なるほどねってわかると思うんで、もしよければこの箱の裏とかチェックしてみると、面白いかもしれません。そんな感じでございます。で、このインジケーターさっきその緑色と黄色を紹介させていただきましたけれども、緑と黄色と赤があるんですよ。で、その安いデジタルにはないこの気配りがすごくあって、これはE ポイント3なんですけれども、この説明書を見たりとかしているとね、充電しているときに今どのくらい充電されているかというのが分かるようになっていたりとか、あとそのコネクティングするときとかにどういうこのね、インジケーターの表示になっているのかとかっていう感じのこうね、説明書があったりとかするんですよ。こういうところが本当にね、さすがゼンハイザーって感じです。その安物メーカーのね、なんかこう電源入れるだけとか充電するだけとかではない、なんかこのね、インジケーターを使ってできるだけこのユーザーにこう分かりやすくね、状態を伝えてあげるっていうなんかこう気遣いを非常に感じる、一品でございます。まあ、基本的なワイヤレス性能としてはね、ちゃんとこうね、使えるんですけれども、そういった細かいね、気遣いがね、またこうね、ぐんと使いやすくしてくれていると思うんで、まあ、もしよければ、楽器屋さんで見かけたら試してみていただけると良いかと思います。そんな感じで、今回の動画は、ゼンハイザー XS ワイヤレスデジタルインストゥルメントベースセットのご紹介でございました。そんな感じでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまた、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、パハハハ。